来場者で賑わうライン川沿いの会場毎回日本の花火が打ち上げられテレビ中継される日本デーはドイツノルトベストファー練習デュッセルドルフで毎年6月頃に開かれる日本の文化を紹介するイベント2002年より開催されている主催は同州の経済、エネルギー、産業、中小企業、主工業賞、同州経済振興公社 デュッセルドルフ日本商工会議所、州都、デュッセルドルフ。ドイツ国内では1999年から2000年にかけて日本を紹介するイベント、ドイツにおける日本年と称した大型の行事が開催された。日本企業の進出が多い、ノルトライン・ベスト・ファーレン州ではこれに協力する形で、ノルト・ベスト・ファーレン州における日本年が1年半に渡り、 州政府とデュッセルドルフ氏、当地の日本人社会の手で開催された。その後、日独のさらなる交流進展を目指すため2002年より、毎年日本文化を紹介するイベントを実施することが決まり、日本での開催につながった。毎年100万人規模の集客があるとされ、日本関連のイベントとしては、フランス・パリのジャパンエキスポの17万人を大きく上回ることになる。 日本食の屋台が立ち並び、折り紙、書道など日本の伝統文化の紹介や、柔道、剣道など、武道の演舞、アニメ漫画 J ポップなど、最新のポップカルチャーまで様々な日本文化が紹介される。祭りのフィナーレには、欧州で唯一日本人花火師が打ち上げる花火が夜空を彩り、ドイツ国内をはじめ、近隣諸国からも観光客が訪れるという。 花火製作と打ち上げは北陸加工が受け負っている。また、当日の花火の様子は西ドイツ放送にて生放送されている。NRW 州及びデュッセルドルフ市と日本との関係在デュッセルドルフ。日本国総領事館2011年8月31日、閲覧。共同声明書、千葉県千葉県ホームページ。2011年8月31日閲覧。 ドイツ語公式サイト。2011年8月31日閲覧100万人が集う花火大会デュッセルドルフの日本でユーロジャパンコミック2011年8月31日閲覧。75万人動員。ドイツ日本で花火北陸加工2016デュッセルドルフの日本でユーロジャパンコミック2012年3月10日閲覧。 デュッセルドルフの日本デーユーロジャパンコミック2012年3月10日へず覧2009年6月13日ドイツデュッセルドルフユーロジャパンコミック2012年3月10日へず覧日本デージャパンタグデュッセルドーフ NRW2009 ドイツニュースダイジェスト2012年3月10日へず覧デュッセルドルフの日本デー ユーロジャパンコミック。2012年3月10日へ図覧。2010年5月29日ドイツデュッセルドルフ。ユーロジャパンコミック。2012年3月10日へ図覧。日本デージャパンタグデュッセルドルフ。NRW2010。ドイツニュースダイジェスト。2012年3月10日へ図覧。2011年10月15日ドイツデュッセルドルフ。 ユーロジャパンコミック。2012年3月10日へずらん。日本デージャパンタグドゥッセルドーフ。NRW2011。ドイツニュースダイジェスト。2012年3月10日へずらん。ジャパンタグ2013プログラム。2013年9月3日へずらん。ジャパンタグ2014プログラム。2014年9月3日へずらん。デュッセルドルフ。 NRW 日本で2014年9月3日閲覧。デュッセルドルフ NRW 日本で2019年5月27日閲覧。ありがとうございます。